ちらの方も道場ですね、はい、はい、行ってます。はい、たくさんで やられてるんですね。いえいえ、もうまだまだね、もっと支部もどんどん増えるとね、皆さんのと一緒に練習する機会もできていいんじゃないかなと思うんですが、すごいなと思いますよ、はい、でもそれだけお持ちだったらすごいことになってますね、今。そうですね、はい、おかげさまで2020年にオリンピック正式種目に決まったということで、今皆様やはり空手でもいろんな種類がありますのでね、はい、はい、オリンピックに通じる空手ってどんなんだろうということで、うん、結構お問い合わせも、はい、今結構そうですよね、はい、いただいておりまして、はい、もうこれからは空手一色になってきますね。そうですね、まあそうなるとね、私どもありがたいんですけれども、そんなわけではないと思うんですけども、はい、はい、本当にね、これからそのオリンピック需要っていうかね、オリンピック景気っていうか、まあその中で空手っていうのは初めてね、はい、この種目として取り上げられて、はい、はい、でかなり注目をされ出してくるんじゃないかなと言われてるんですね。ああ、そうですね、ありがとうございます。はい、やはり日本の古来からある武道ということで、日本の、まあ、政府の方もちょっと注目していただいているような形になってまして、うん、はい、どんどん日本を、まあ、海外に発信するという意味では、はい、とてもいい、まあ、スポーツなんですけれどもね、やはり武道ということで、うん、発信できたらいいなということで、うん、全日本の空手道連盟さんの方も今力を大変入れていただいてまして、はい、我々も町道場としても、まあ、何か一助になればいいなということで、どんどん今見学とかですね、皆様募集をさせていただいてまして、うん、はい、特に奈良県ではうちの支部が多いもんですから、あと斑鳩支部というのもございますし、ですからまあ、正規会ということで空手正規会と入れていただいて、うん、検索いただくと正規会ね、はい、はい、正しい気の会、気持ちの気ですね、はいですよね、はい、で検索でおそらく上位の方に出てくると思うんですが、ね、はい、すごいですよね。なんか聞くところによると日本三大会の一つであるとか。もうそんな立派なもんじゃないですけど、すごいなと思いますよ。はい、歴史だけはね結構古くて、はい、70年ほど、うちの親父が初代で、はい、させていただいてまして、はい、まあ2代目はね何もしないということでよく言われてるんですが、はい。また素晴らしいな。はい、ありがとうございます。この番組ね、今美容室は面白いという番組なんですけども、はい、今日はね、もう取っ払っちゃって今空手が面白いということに変えさせていただいてるんですけども、本当にねこのオリンピックっていうことをもう控えてね、こうやって、まあ、頑張ってらっしゃる空手の、まあ、先生方っていうのを、交えて今日お話しさせていただいてるんですけども、はい、そうですね、僕らがね空手って分かるのは、まあ言うたら柔道とかレスリングとかは、まあ、今までねいろんな部分で見てきてると思うんですよ、はい、テレビであんまりこう報道されないんですよね、やっぱりね。でやっぱり世界大会っていうものっていうのはあるんですよね。もちろんですよね、はい、はい、もう今現在世界大会ももちろんありまして、はい、世界的に活躍している選手も数多く、もちろん日本が本拠本元ですのでね、はい、もちろんおりますし、韓国のテコンドーみたいなもんですよね。まあそうですね、はい、ね、私どもからするとテコンドーよりどうして空手が遅くなったのかなというのも少しあるんですけれども、逆なバージョン臭いですよね、空手のアリューっていう感じがしますもんね。あんまり言ったらあかんのやろうけどね、まあその辺はねどうなんですか。はい、あくまでも日本で生まれた日本の武道ということでね、空手はすごいな。ね、ちょっとお伺いしたいんですけど、やっぱり空手っていうのはほんならやっぱり岐路に応じて変わると、段階があるとかいうこうあれであるんですか。やはり体重別でですね、空手でも型っていうもの、競うものと、型の女の子有名ですもんね。ああ、そうですね、はい、可愛い子いますもんね。今それぐらい知ってるかな、みんな。あ、多分ね、テレビ CM とかでもですよね、はい、よく出てる、その子ぐらいかなと思う。ああ、なるほどね。まだまだすごく切れ味のいいというかね、もう形を見るだけで気迫が伝わってくるような選手も数多くおりますし、また先ほど矢坂さんおっしゃったキロ別っていうのですかね、やはり組手という種類でですね、戦うわけですけれども、相手を倒してしまうということじゃなくて、あくまでも倒せるであろうと想定してですね、あくまでもスポーツなんで、怪我のないように、昔のそのどういうんですか、瓦をドンと割ったりとかね、氷の柱をビール瓶をなんか割ったりとか、そういうことではなくてですね、イメージそっちやもんね、そういう方も多いと思うんですけれども、あくまでもスポーツとして健全に。ということは何ですか、ボクシングとか違って、なんかこう蹴りでも寸止めするっていうことで考えた。そうですね。もうほとんど当たってないようなスキンタッチというんですけれども、それでもう決まってしまう。はいはい。それで勝敗が決まってしまう。そうですね。はい。どちらが早くそのまま例えば蹴ってしまうと。当たったであろうと、やはり気迫とかですね、残心といいまして、残った形っていうんですかね、引く、例えば突きであるとついて引いて、そこまで決まっているであろうということが重要になってきまして、ですから審判の技術も難しいんですね。またわけわからん外国の審判が誤審いうのも出てくる可能性ありますな、それは。まあそのあたりね、今ビデオもあるんですけれども、なるべくないように、公正なやはりジャッジというのがね、今求められてますね。先ほど言ったキロ数っていうのは何かあるんですか？そのやはり大会ごとに違うの？重量、軽量、中量とかいうのがありましてね。3つあるんですね。はいはい。なるほどなるほど。何キログラム級とかいう形じゃないと。はいはいはい。あ、重量、軽、中量。いやもちろんそこには中量や。いや80キロ、75キロとかね、あるんですけどね。その制限はね。はい。55キロとか。はい。うん。でもそのグラム級っていう名前じゃないという。はいはい。ああそうか。そんな形でやるんだ。そうですね。肩はほんなら別に。そのキロ数は関係ないですね。で中で考えたら、その中で男女があるということですね。はい、そうですね。男女があって、その肩がある。肩は男女あるんですか？肩も男女ありますね。やっぱりそうですね。はいはい。ということはまたその何ですか、東京オリンピックの時のメダルの期待っていうのはまだ何個か。期待できますね。もうぜひね、すべて金独占してほしいなと思いますけれども、できるようにしてほしいなと思うけど、あんまり知られてないのがすごいですよね。そこまでなんかこう盛り上がってないというか、なんでしょうねこれ。なんなんでしょうね。まだまだなんかな。露出が少ないというのはありますね。メディア関係でもですね。なんかその辺でちょっとお考えなことが今あるということで。まあぜひ日本の国策でもありますね、今、インバウンドということで、こういう武術とかを皆様に見ていただける、今、こちら奈良県なんで、たくさん観光の方いらっしゃいますけれども、そのような方にもね、ぜひ認知いただけるような、空手をね、例えば体験から、1日だけでも体験していただいて、帰っていただけるとか、オプションツアーを組むみたいな感じですね。ぜひ。そんなになってないんですかね。あまりいないみたいですね。あまりないでね。そうか。渡辺さんが知らんいうことはないことやね。ないですね。ないよね。すごいね。それやりましょうよ。ぜひぜひメディアの方でね、矢坂さんにお願いして。いやもうなんかもほんでね、この YouTube を使ってね、どんどん発信していっていただければ、もう動きのあるものっていうのはすごくね効果的なんで、それも宣伝になっていくんちゃうかな。ああそうですね。はい。素晴らしいなと思います。まあぜひ世の中多くの皆さんにね認知していただければね、我々の仕事は終わるのかなと思いました。次の世代へというふうに思ってます。はい。素晴らしいです。じゃあ最後にですね、渡辺さん空手をこれからやるやりたいなと思う人に対して、はい、メッセージをお願いします。ありがとうございます。はい、空手はイメージと違ってすごく安全な、うん、スポーツですから、ぜひちょっと尻込みされてる方も多いと思いますけれども、うん、第一歩を踏み出していただきたいと思います。はい、私どものホームページで言いますと、空手道場で本部が北辰巳っていうところにあるので、北辰巳と打っていただくと検索順位1番で出てきますので、正規会ということで、メールでもご連絡いただけますし、お電話でもご連絡、はい、お受けしてますので、なんかお問い合わせとかありましたら、ぜひお願いしたいと思います。あ、素晴らしいです。ありがとうございます。はい、ほんまに今日はね、空手のことについてお話しさせていただきました。はい、正規会の渡辺さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうもどうも。はい、失礼いたします。